どうも、今日もですね、Dota2の独り言やっていきたいと思います。さあ、ということで、今日はね、マルチを、いつものようにやっていきたいなと思っているんですが、ジャイが入っていない。ジャイが入っていないからちょっと待つとしよう。昨日の動画のコメントでね、Dota2 で雑談しちゃったら、ドズトークの居場所なくなっちゃうじゃんっていうね、コメントいただいているんです。いただいていたんですけれども、その通りですね。まあ、ただ、ドズ2の独り言に関して言うと、ナインクラッシュの期間が終わるまでということでね、終わるまで毎日更新ということの企画、期間限定の企画とさせていただいているので、またそれが終わったらね、ドズトークの、動画も上げていこうかなと思っております。まあ、毎日更新ということでね、結構大変、更新が大変ではあるんですけれども、楽しくね、やらせていただいているので、よろしくお願いいたします。あとね、多いのが、すごい嬉しいコメントなんですが、ドズルさん100本ノックまだですかっていうコメントね、たくさんいただいているんですよね。確かに途中で今まだ中断している、あ、ジャイアント来た、ありがとうございます。途中で中断してしまっている企画ではあるので、またね、頃合いを見て再開していきたいなと思うんですが、なんで今100本ノックが止まっちゃってるかっていうと、フレンドリーチャレンジ実装してからまだ1本も上げてないんですよね。で、その大きな理由としては、やっぱり今までとコンセプトがちょっと変わってしまって、どうしようかなって悩んでたうちに更新がちょっと止まっちゃったっていう現状でございます。特にね、別に100本ノックが嫌いになったわけでも飽きたわけでもなくて、まあ、実際今はフレンドリーチャレンジで全開練習できるから、どういう動画を撮っていけばいいのかなというのをちょっとね、ボケーと考えているうちに更新が止まっちゃってるっていう状況でございます。申し訳ない。楽しみに待ってくれてる人がいるっていうことなんでね、ちょっと100本ノックもまた本当に再開したいと思います。で、今ね、ドラクエがもう少しで多分全クリ行くんじゃないかなと勝手に考えているんですよね。まだどれぐらいで全クリかわからないんですけれども、多分ね、もう半分以上は折り返していて、もう少しでドラクエで全クリして、次のステージっていうか、次のなんていうかな、ドラクエをやる時間をもっとクラクラとかクラロワに割けるかなと思っているので、そうなったらね、100本ノックもしっかりと、更新できるかなと勝手に思っております。まあ、ドラクエとかもね、すごい面白いんですけど、ドラクエ特にね、時間結構食っちゃうんですよね。ドラクエヒーローズ、すごい面白いゲームではあるんですが、一戦一戦がね、結構長めで、動画もね、ちょっと長めの動画を撮っているので、それのせいとは言いませんけれども、最近ちょっとね、いろんな撮りたい動画が撮れていないっていう現状もあります。ただね、ドラクエヒーローズやっぱ画質もいいですし、いろんなそのなんていうかな、歴代のドラクエのキャラクターが出てくるっていうのはね、すごい面白いですよね。さあ、そんな話をしているところで、ダークエレクサーもエレクサーもしっかり取れそうですね。あ、黒ジャイがでかいな。黒ジャイがいるといないでは大違いですね。さあ、ここしっかりとアーチャークイーン使ってエレクサーゲットしつつ、やっぱね、ダークエレクサーしっかりゲットして、アーチャークイーンのレベルを上げないとね、ナインクラッシュまでやっぱ10ぐらい欲しいなと勝手に感じ始めました。ね、やっぱりカンスター相手にね、アーチャークイーンのレベルが5だと時間切れにもなりやすいですし、あとちょっとのね、一押しが押してくれないんですよね。防衛施設が一つ残っちゃったりってことが往々にしてあるので、ちょっとね、フルカン相手に当たる可能性があるので、ちょっとアーチャークイーンのレベル上げたいな。バーバリアンキングはね、まだレベル10でもなんとか戦ってくれるというか、役割はあるんですけれども、アーチャークイーンってやっぱ火力でじゃないですか。別に体力があるわけでもなく、そのいろんな使い方ができるっていうよりは、むしろもう火力一辺倒の女なんで、しっかりとね、火力を出せるレベルに上げとかないと、なかなかクロークの時間とかも短くてね、すぐやられちゃうっていう現象が今現時点で起きているので、ちょっとね、アーチャークイーンに関しては、もう少しレベルを上げたいなといったところでございます。今ね、バルキリーがレベル3で、次ダークエリクサが溜まったらバルキリーレベル4をマストだと思っているので、ナインクラッシュで優勝するためにはですね、まあ、私の目標1回戦突破なんですけれども、まあ、1回戦突破するためにちょっととりあえずバルキリーのレベル4を目指して、でその後にアーチャークイーンをできればもうできるだけ上げたいと思います。レベル10までいければいいけど、なかなか時間的に厳しいかなといったところです。結構ね、毎日ファーミングはしているんですが、できておりません。あとね、結構大事なところとしては、このバネトラップを強化することによって、バルキリーだったりホグライダーだったりが、飛ぶ数が増えるのでね、特に中心部のバネのバルキリーだと、バネトラップを強化することによってね、増えるので、今多分タウンホール級バルキリー使ってる人多いと思うんで、ちょっとバルキリー対策はしっかりしていきたいなと思っている次第でございます。
はい、ということで、今日ちょっとね、短い、いつも10分ぐらいの動画を撮っているんですが、今日ちょっとごめんなさい、短いです。というのも、この後ね、少し生放送しようかなと考えていて、クラロワですね、クラロワの生放送しようかなと考えているので、まあ、そちらの準備とかもね、含めて今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画もね、ぜひ見てくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。